めるる、ことモデル、俳優の温水愛流、温水、める、3主演の連続ドラマ、くるりーだれが私と恋をした。チルダ、TBSK、火曜午後10時、の第3話が4月23日に放送された。写真特集、キスシーンと同じドキドキ。ハンドクリームを塗ってくれる瀬戸康史が話題に。瀬戸康史さん演じる孝太郎について、SNS で話題になった。以下、ネタバレがあります。第3話では、指輪職人への道を歩み始めるものの、自分が想像以上に不器用だということに気づかされた誠、温水さん。そんな中、孝太郎のフラワーショップを訪れた誠は、自分のうまくいかない状況を相談する。のんびりご飯を食べている場合じゃないくらい下手だから、と話す誠に、ど下手な奴が飯も取らずにヘロヘロな状態でやったら、下手に磨きがかかるだけだろ、と伝えた孝太郎。手仕事をする人間は作業しながら食べやすいものを食べるんだよ、と言って、誠にバナナを手渡す。また、誠の手を見ながら、何度も、手を、洗うなら、ハンドクリーム塗らないと。道具も持てなくなる、とアドバイスした孝太郎は、誠の手にクリームを塗ってあげるのだった。SNS では、ハンドクリームのシーンめっちゃドキドキ W、来る恋の瀬戸康史、めっちゃ好き、孝太郎が沼すぎる。ハンドクリーム塗ってくれるのをそんなの好きになってまう、ハンドクリーム塗ってもらうって、キスシーンと同じドキドキする、と話題になった。